俺、今絶対顔赤いよな。ミエさんに見えてなくてよかった。なるほど。え？そんな顔してたんだ。俺が止めてみせる。そうだ、ホムラ君に隠れてていい？ダメだよ、ミエさん起きなきゃ。
誰にチョコを。次回、好きな子バレンタインデーに会った。ニエさんからもらえたらいいのになぁ、なんて。今、誰か呼んだ。俺の気持ちを知られるわけには。街がバレンタインデー一色。あのね、今日の放課後って時間ある？ちゃんとミエさんに俺の顔を見てもらいながら話すよ。そっか、じゃあメガネ忘れないように気をつけなきゃ。いただきます。ありがとう、コモラコ。の隣になれればいいんだけど。次回、好きな子と新学期を迎えた。姉さんの隣、いやそれは絶対。姉さんどうしたの？なんか探してる？いたから大丈夫。君ならミエさんを助けてくれるだろうし、安心じゃないか。安心。そもそも俺の市場なんて関係ないからか。怒ってるように見えたとしても、怖い人だと思われたとしても、どうせみんなすぐに気づくんだ。ミエさんがこんなに綺麗だってこと。東くんが告白されているところに出くわしてしまう小村くん。そこへ美恵さんがやってきて。次回、好きなこと告白を見てしまった。
どうしたの？ごめん、その風が。ミエさんと一緒に回れるといいな。でもミエさんはきっとカートさんや遠山さんと同じ班だろうから。でもそれだけじゃなくて、この顔なんだっけ、どこかで。お願いされた。うわ、近くで顔を見ると安心できる。ミエさんは最近それに気づいたんだ。だから最近俺の顔を見たがる。もうそんなたくさん見ないから。はい。俺の顔ってそんなに安心するんだろうか。今ミエさんとチューしてた。違う場所にしない？みんながいない場所の方がいいかもなって思う。ねえ、小村くん緊張しすぎ。でも大丈夫だから。みえさんはいつも自分でやってるの？基本はお母さんも結構やってくれるけど。伸びたら結構すぐ切ってたんだけど、みんなが伸ばした方がいいっていうの。みんな私の髪好きって言ってくれる。
心配だし、何があるのかも心配だ。なんかあったら教えてね。まじ誰にも言わんから。かっこいいかもね。でも今ちゃんと見えてないから確信持てない。まだ見るのか。メガネかけてるんだ。あれかな、ミエさんのことだから縫い目の数とか数えて遊んでるのかもしれない。私も今日は19時まで大丈夫。文化祭準備だしってことで。わーい、パーティー頭のクイズ。調理実習、調理実習の日、ミエさんと同じ班になれなかった小村くんは。なれなかった？え？予告もう終わり？次回、好きな子と調理実習したかった。教科書一緒に見るね。うん、ありがとう。ミエさんが大丈夫。クソ！あの班はミエさんの手が加わったクッキーを賜れるというのか。あ、それシンラのやつ？あ、バッ！結婚はしようかな、的な。なんか怒ってる？別に。勇気を出すことにした。次回、好きな子と約束をした。あ、ちゃんと次回予告できた。それだけじゃ嫌になった。